今日は波良かったらしいじゃないですか。川端さん名前出てますよ。あ、名前出てる出ちゃいけない。いや別に大丈夫ですけど、波良かったですね。ちっちゃかったけど、どしゃ降りでしたけどね。久々っすよ、雨で海入るの。普段雨で海入れへんから。雨の日って嫌じゃないですか、なんかテンション下がるでしょ。ほぼ入らなかった。どしゃ降りだった。どしゃ降りでしたね。全然入ってなかったから、ちょっと入らないとまずいなと思って、修行屋を行ったら結構波が良かった。今日ぐらいかなと思ったけど、最近もずっとないし、この後もなさそうだ。ちょっとまだ入りなかった。今日も良かったですか。みんなウェット着てた。結構着てましたよ、僕ウェット本性がないですよ、もうボロいから。ウェットはいいの買った方がいいですよ。この駅はあんま変わんない感じだね。また僕はカテナにもあるんで、別にカテナの方に行っちゃうんですけど、でも昔石川は那覇より栄えてたらしいよ。え、そうなの。映画館とかいっぱいあった。戦後っすよ。基地が一時基地。いや、なんか港じゃないですかね。今はなんかのどかな田舎って感じです。もうちょっと先かな。もうちょっと先ですね。信号を越えてですね。
と高いよ。すごい。これでパパイヤがすごい。これ油だ。ラード。